皆さんごきげんよう。特進コースディープレスハートです。よろしくお願いします。私たちの会社名であるディープレスハートの由来は、日々の心に深呼吸を、 Take a deep breath in your daily life、 深呼吸という意味のディープブレスを省略してディープレス、心という意味のハートを取り入れディープレスハートになりました。インサイトは普段生活していて不安や緊張感が多いという意見が上がり、その緊張感や不安を少しでも和らげたいと思い、コンセプトの日々の心に深呼吸をになりました。私たちはこのコンセプトに沿った商品を3つ制作しました。まずは3つの商品と会社の雰囲気を CM でお伝えします。どうぞ。私たちの会社の強みは、先ほどもお伝えしたように3つの商品を販売したことです。ハーバリウム、アロマミスト、レジンアクセサリーです。これらを左から彩花、進化、気化と名付けました。ではなぜ3つもの商品を販売できたかについて説明していきます。最初はハーバリウムとアロマミストを販売する予定でした。しかしこの2つの商品はどちらとも液体物なので、飛行機への持ち込みができないのではという懸念がされました。そこでコンセプトである日々の心に深呼吸をという言葉にも合っていると思い、ハワイにも持っていけるレジンアクセサリーを製作するということを社員が提案し、作成を始めました。結果的にハーバリウムとアロマミストは機内への持ち込みを申請し、暁祭同様ハワイ大学でも3つの商品を販売することができました。彩花で工夫した点は、花弁の開いたお花を使うことで商品の彩りをより華やかにしたことです。進化で工夫した点は、アロマオイルの香りがよく伝わるようにしたことです。香りの優しいアロマオイルはエタノールの匂いが強くなっていたので、エタノールの量を減らし、よりアロマオイルの香りが伝わるようにしました。気化で工夫した点は、色のバリエーションを豊富にしたことです。さまざまな色やラメを入れることで、お客様が好きなものをご購入できるようにしました。暁祭では内装や商品の配置などに力を入れました。種類の多い商品をどのように並べればきれいに見えるかなど工夫しました。またハーバリウムの中に入っているドライフラワーと合わせて、店内にもドライフラワーの装飾をたくさんしました。社員のみんなで協力し、暁祭の2日間で10万5500円を売り上げることができました。次にハワイ大学マノアキャンパスチャリティーバザーについてです。ハワイ大学で配るためのチラシを英語で制作し、現地で配りました。ハワイ大学マノアキャンパスチャリティーバザーでも、商品をよりきれいに見せるために装飾や商品の配置を工夫しました。その結果、売上合計138ドル、日本円で2万700円をソサエティ・オブ・ウーマン・エンジニアーズに寄付することができました。私が社長を務めた感想は、社員の案や意見を聞き、出資金の中で制作をすることが難しかったです。しかし商品が売れた時の嬉しさや達成感をすごく感じました。そして私が副社長を務めた感想は、なかなか連携が取りづらい部分があり、ほう、れん、そうをしっかりしなければ会社は成り立っていかないのだと思いました。会社を立ち上げ、理想を現実にしていく中で難しいことがたくさんありました。しかし
挑戦する力や困難を乗り越える力などさまざまな力を身につけ成長することができました。この経験を生かしこの先人生を選択していく中で役に立てていきたいと思います。これでディープレスハートの発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。